桂文太は、落語家の名前。桂文太は、日本の落語家。本名、片山正夫。出林は、三下がり騒ぎ。情報落語協会会員、吉本工業所属。京都府京都市出身。京都市立紫の高等学校を卒業後、1971年3月3日に三代目、桂ツラ文枝に入門。情報落語にとどまらず。 江戸落語や芝居話をアレンジした岩作など珍しい話も手掛ける。大阪市安倍野区で定期的に行われている田辺寄せには1974年の第1回より出演し、毎回開講霊番と一席を務めている。50歳の頃から網膜色素変性症の病気で失明。以後は盲導犬と共に行動している。2015年6月11日に南馬。 グランドヶ月で地震発の特演会を開いた。以後、6月は NGK での特演会が恒例となっている。持ちネタの数が豊富で、東西を問わず詳しく、兄弟子や他の落語家からの問い合わせがある。その他にもシャミ戦、太鼓、笛などの鳴り物の技術も評価が高い。上記の通りネタが豊富なため早い時期からカツラ派の由緒ある名跡。 桂文ラの襲名が噂されていた。師匠五代目文ミも進めていたようだが本人は、孤児している。その後1998年に、東京の落語立川流から六代目、六代目なき、後の2013年に、月亭はじめ門から七代目の文都が現れた。失明以前より視力が悪かったため、講座の上がり振りの際のみメガネをかけることがあった。 1999年9月から2003年9月にかけて演目の頭文字を五十音順に落語を演じる、勝ツ文太のアイウェオコレクションを開催。続いて2003年10月から2004年12月にかけてアルファベット順での落語会、アメージング文太クラブを開催。私の母校紫の高校、三文化祭、どか受け話しか志す、落語家、勝ツ文太さん。 毎日新聞。2021年6月26日閲覧。毎月中旬の土曜日、日曜日に2日続けて開催。桂文太プレミアム、落語家インク。毎同期に中村光子です。ヤフーブログ。2019年8月16日閲覧。ウェブプレス社。中村光子、落語家、桂文太さんら3人に、盲導犬17年連続の寄贈活動。 ボランティア活動。そ、ネットブログ。2019年8月16日閲覧。日本展示120年、バリアフリーの心を、もっと中途失明の桂文太さん。毎日新聞。h t t p 毎日 j p ユニバーサロン、クリッピング、アーカイブ、ニュース、2010、12、17、2010万1217。 ddf 零四一零四零零一四零零零 chtml 二千十一年二月八日閲覧盲目の落語家桂文太が六月に初の ngk 独演会 nikkanspoorts。 http://www.nikkansports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ1461392 HTML2015 年4月14日閲覧。カツ文太が涙。失明克服し講座復帰。史上最遅初発読宴会。日刊スポーツ。2019年8月16日閲覧。 ありがとうございます。